それで目が覚めたらビーチに寝てた。はい。それも全裸で。はい。でも自分には全く身に覚えがない。はい。もう少しマシな言い訳をするか、おとなしく罪を認めてくれねえか。お前みたいな日本人が後を絶たねえおかげで俺は飯食う暇もねえんだ。嘘みてえな話だってのは自分でも分かってるよ。だけどしょうがねえだろ、マジな話なんだからよ。薬物反応もなし、ラリってたわけでもなく、全裸で往来をのし歩いたわけだ。変態って言葉は日本発祥らしいが、さすがは本場だなあ。聞けよ。だから俺は被害者なんだって。身ぐるみ剥がされたんだよ。パスポートも財布も着替えも全部取られちまったんだって、あいつに。よ、ごめんください。どうぞ。ちょっと待って。あっ。母親か。お待たせしました。お初にお目にかかります。あかねさん。どちら様？はい。いやー、こりゃうめえや。よかった、ちゃんとした料理を出せなくてごめんなさい。いやいや、すげえごちそうだよ。景色もいいし。それよりすまねえな、突然押しかけちまって。びっくりしました、あかねさんの息子さんだなんて。息子か。どうなんだろうな、自分でも全然実感ねえんだけどよ。そうなんですか。なんせ生まれてこの方、会ったこともなければ顔も見たことなかったからな。それに俺にとっちゃ町のババアたちが母親みたいなもんだった。だから俺にとって茜さんは実の母親っつうよりも俺の大恩人が惚れた人って感じなんだ。だからこいつを茜さんに渡してあげたくてよ。それは？その大恩人の位牌なんだ。生きて会うことは叶わなかったけど、せめてね。そう。しかし俺の方こそ驚いたぜ。茜さんにメイドがいるなんて聞いてなかったからよ。メイドっていうほど本格的なやつじゃなくて、買い物とか家事のお手伝いって感じかな。本業は大学生で留学でこっちの大学に来てるんです。なるほどな。そうだ、名前聞いてなかったな。改めて、俺は春日一番ってんだ。あんたは？千歳って言います。よろしくな、千歳さん。それで茜さんはいつ帰ってくるんだ？今日は戻らないって聞いてます。帰りは明日になるって。
だから今日は泊まっていってください。お部屋も用意しますから。そうか、何から何まですまねえな。いや、明日会うのか。腹くくったつもりだったが、またそわそわしてきたぜ。はい、お酒でも飲んでリラックスしてください。おお、ありがとな。パイナップルのワインか、こりゃうまいな。ハワイの隠れた名産品なの。気に入ってもらえてよかった。いや、もう飲むもん食うもん全部うまいよ。さすがハワイだ。じゃあそんな春日さんにとっておき。ねえ、ハワイといえばラム酒、サトウキビから作ったお酒ね。これすっごい美味しいの。こりゃまた強いの来たな。ラム酒好きなんて千歳さん、あんた相当酒豪なんだな。春日さんこそいい飲みっぷり。体もすごい鍛えてそうだし。私マッチョな人好きなんですよね。そりゃ光栄だ。あの千歳さんよ、ちょいと近くねえか。そうだともあんたみたいな素敵な子がそんなんだと野郎ども勘違いさせちまうぞ。好きな人とは距離近くなっちゃうんですよね。春日さんいい人そうだし安心しちゃう。あ、やっぱりすごい鍛えてる。ボクシングとか？いやいや、そんな大層なことはしてねえよ。あ、つか、やっぱ近いって千歳さん。おいおい。やっぱり春日さんっていい人。ねえ、春日さん。なんだい？あかねさん、今日は帰ってこないんだけど。俺は飛んだ過保問題、ハワイに来た甲斐があったって問題。本当に嬉しいぜ千歳さん。でもすまねえ、俺は心に決めた人がいるんだ。恋人さんだったらよかったんだけどな。嫌われちまってよ。なら別にいいじゃない、バレるわけでもないんだし。いや、これは俺の心の問題なんだ。すまねえ。やっぱり春日さんっていい人。ごめんごめん、今のは冗談。ちょっと悪乗りしすぎたね。飲み直そっか。はい、改めて乾杯。これさっきのラム酒だよな。大丈夫かな。何言ってんの、男見せろ春日一番。よし、そうだな。よっしゃ、乾杯。これは強烈だ。千歳さん、あんたまだ平気な。なんだこれ。さすがにすきっぱらに飲みすぎたか。すまねえ千歳さん、グラス落としちまった。千歳さん、最初からこうしとけばよかった。え、おやすみ春日さん。Yeah.
こだここ。Surf's up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. Ore? Ore ga douka shita no ka? See through your pants. Huh? Huh? どうなってんだこりゃ。その後、30分にわたり市街を歩き回り、駆けつけた警官に現行犯逮捕されて、ここにいると。俺はただ、茜さんの家を探してただけなんだ。茜さんか。生き別れの母親に会いにわざわざ日本から来て、メイドに身ぐるみ剥がされたっていうのか？頼むから信じてくれよ。信じてくれ？お前、自分の状況が分かってるのか？すっぱだかどころか、財布も ID もパスポートも持ってない。お前はジョン・ドゥってわけだ。日本じゃ、七死のゴンベイだったかな？そんな奴の言うことを誰が信用する？あとお前にできることと言ったら、その母親ってのに連絡して代わりに罰金を払ってもらうくらいだな。電話くらいは貸してやるぞ。番号知らねえんだよ。連絡の取りようがねえ。頼れる宛すらないか。じゃあ何でもいけるな。え？何がいいかな。せっかくだ、なるべく重たいやつがいい。あったかな。おい、どうした？ああ、そうだ、あれがあった。半年前のことだ。観光地にほど近いリバーストリートで強盗事件があってな。被害者は金品を奪われ、その際全治3ヶ月の大怪我を負わされた。何の話してんだよ。しかし現在まで犯人検挙には至らず、事件は迷宮入りしてる。この凶悪事件の解決は警察の威信に関わるのに。困った話だよな。話が一向に見えねえぞ。簡単だ。お前にその犯人になってもらおうと思ってな。はあ？お前の入国時期を証明する手立ては何もない。筋書きならいくらでもでっち上げられる。市民は凶悪事件の解決を知り安心できるし、警察はその威信を保てる。いいことだらけだろ。てめえ、あった、いいぜ、手を挙げてくれてよ。その方が好都合だ。取り調べ中に暴行に及んだ凶悪犯、俺の筋書きにリアリティが加わる。ドラマはリアリティがないとな。せっかくだ。他にも何件か行き詰まってた事件があるんだ。その辺もお前の仕業ってことにしといてやるよ。そうだな、何、ひっくるめて懲役20年ってとこだ。かたや俺は署長賞は固い、昇格もあるかもな。俺は日本の中でもそこそこ物騒な町で育ったんだよ。あ
んたみてえな悪党もなかなかいなかったぜ。そりゃ光栄だ。さ、立て。しばらくは留置場でおとなしくしといてもらうぞ。そうそう、おとなしくしとくのが賢いやり方だ。これ以上罪を重ねたくはねえだろう。さあ来い。なあ刑事さんよ。ああ、あんたなんで警官になったんだ。そりゃ市民の安全を守るために決まってるだろう。他に何がある。はあ、話にならねえ。なあ、俺が昔日本でヤクザやってたの知ってるかい。そういや背中にご立派なタトゥーが入ってたな。凶悪犯にはお似合いだ。ヤクザってのはな、法律無視するのに大した抵抗ねえんだ。覚えとけ。ああ、オラッフッホーリーアーバヨー。 Stop right there. Hey, we got a runner. フリーズ。ホールダー。たく、浜の英雄が何やってんだ。荒川真澄が泣いてるぞ。久しぶりだな、カスカ。キリュウさんですか。他に誰がいるってんだ。あ、いや、ずいぶん雰囲気が違うから。これでどうだ。本当にキリュウさんだ。でも、なんでこんなとこに。話は後だ。もう片方も外す。手出せ。はい。すげえ。キリュウさん、こんな器用だったんすか。まあな。来い、こっちだ。なんて俺を言っていいのか。キリュウさん、本当にありがとうございました。まったくだ。おかげで俺も逃亡ほう助の犯罪者だ。本当に申し訳ありません。冗談だ。はめられたんだってな。とんだ災難だったな。まったくです。それよりどうして俺が捕まってるのが分かったんですか。俺は今ハワイである仕事をしててな。まあ人探しだ。それで街中の情報にはアンテナ立てていてな。たまたまお前のことが耳に入ったんだ。そうだったんすか。キリュウさんがハワイにいてくれて命拾いしました。それにしてもその仕事ってのは。俺が戸籍上死んだことになっているのは知ってるな。はい、ご家族を守るためと。死んだ以上俺はもう存在してはいけない人間だ。だから俺は今ある組織の管理下にある。大道寺一派、日本の政財界に絶大な影響力を持つ、いわゆるフィクサーだ。
海道寺一派。俺は一派の命を受けてある仕事についてるんだ。早速ですが、仕事の話です。写真の人物の発見と身柄の確保をお願いします。一派が関わるような人間には見えねえな。何者なんだ。そろそろ懲りてほしいですね。その手の質問に答えたことがありましたか。聞いてみただけだ。パスポートは来週までに用意します。もちろん偽名ですが。パスポート？ええ、その人物はハワイにいるはずです。ハワイ少しはやる気が出てきましたか。それでこっちに。キリュウさん、そんなにハワイに来たかったんですか。まあな。それでさて仕事に取り掛かろうって時にとんだ邪魔が入ったってわけだ。本当にありがとうございました。このご恩はきっちりお返しします。何でも言ってください。負傷数が一番。微力ながらお手伝いさせていただきます。まずは自分の心配をしろ。濡れ衣を着せられたにせよ、警官殴って脱走したことは事実なんだぞ。じきに指名手配される。しばらくは俺といろ。ただ金は貸してやれるが、パスポートまで取られたのは相当厄介だぞ。星の顔はバッチリ覚えてるんで、とっ捕まえて耳揃えて返してもらいますよ。それにあいつに言いてえこともあるんで。居場所は心当たりあんのか。いや、それがさっぱりで。まずは茜さんの家に行ってみるしかないかなと思ってます。なんか手がかりが見つかるかもしれないんで。道順は覚えてるか。え、まあ多分なんとか。なら道案内は頼んだぞ。え、乗せてってもらえるんですか。本当に何から何まで。あ、肩揉みましょうか。事故るからやめてくれ。よう。いらっしゃい。ほう、連れか。ああ、こちら店長だ。この店はカラオケバーなんだが、寂れていて居心地がいいからよく使ってるんだ。寂れてて悪かったな。俺春日一番です。桐生さんにはいろいろよくしてもらってます。春日さんか。どうぞごゆっくり。さて、まずは軽く一杯いくか。はい、喜んで。少しは落ち着いたか。おかげさまで。ほんとすんません、飯までごちそうになっちまって。いや、ほんとハワイは飯も酒もうまいや。お気に召したようで何よりだ。へえ、いや、地獄に仏たこのことです。こっち来てからわけわかんねえことだらけだ。なんか桐生さんに会って心底ほっとしてます。慣れねえ土地でのトラブルは答えるからな。ほんとそうですよ桐生さん。このご恩は必ずお返ししますんで。期待しないで待ってるよ。
いえ、これは口だけじゃないっす。俺だって桐生さんの力になりたいんす。何でもいいんで手伝わせてください。わかった。じゃあ頼りにするよ。よろしく頼むぜ、ガスカ。はい、任せてください、キリュウさん。じゃあ、この奇妙な再会に乾杯だ。うっす、乾杯。ようやくお目覚めか。もう昼だぞ。キリュウさん、あれ、ここはカラオケバーの2階だ。酔っ払って寝しまったお前を運ぶの結構大変だったんだぞ。いや、すみません。いつもならあれくらいの酒で寝たりしないんすけど。さすがに疲れてたんだろう。寝て少しは楽になったか。はい、おかげさまで。そうか、ならいよいよ行くとするか。あかねさんの家ですね。ああ、俺のホテルの前に車を用意している。そいつで行くぞ。わかりました。おお、起きたのか。いろいろご迷惑かけたみたいですみません。2階も使っちゃって。気にしないでくれ。2階は昔は接客で使ってたんだが、今は客も少ないし、ほぼ物置みたいなもんなんだ。もし寝床がなかったり人目を忍んで話したかったら好きに使ってくれて構わん。え、でもいいんすか。ああ、数少ない常連のお連れさんだ。手厚くサービスしないとな。またいつでも来てくれ。はい、また来ます店長。ここです、桐生さん。春日、ここで間違いないのか。もう間違いないっす。バッチリ覚えてますから。鍵開いてましたよ、桐生さん。おい、誰かいねえのか。時のまんまだ。キリュウさん、そっちはどうでした。いや、手がかりらしいものはなかった。カスガ、何ですか。ここがお前のおふくろさん、アカネさんの住まいなのか。え、ええ、まだ本人には会えてないですけど。アカネさんというのはこの写真の人か。年は取ってるけど、アカネさんだ。キリュウさん、何ですかこの写真。なんでキリュウさんがアカネさんの写真を。さっき話したよな。俺今大道寺一派からある人物の発見と身柄の確保を命じられていると。それがこの人なんだ。はあ、大道寺一派が
茜さんを追ってるってことですか？理由は分からんが、そういうことみてえだな。病？なんであいつが？面倒な奴が来たな。知ってるんですか？ハワイの裏じゃちょっとした有名人だ。へえ、先客か。いい車乗ってるじゃねえか。ないね。おい、富澤。今度はいいとこ見せてくれよ。はい。けど、お会いに行く様、こっちには桐生さんがいるんだ。桐生さん、俺いつでも行けますよ。部が悪いな。裏口から逃げるぞ。え？桐生さん？カスが乗れ。動くんじゃねえ。あ、お前。お前、富澤だったか。病にやられたとこ、大丈夫なのか。うるせえ。とにかく動くんじゃねえ。ここで挽回しねえと後がねえんだ。銃口が濡れてる。この距離ならまず当たらないだろう。合図を出したら乗り込め。すんません、桐生さん、ちょっとカットします。何を言ってる。え？春日。おい、来んじゃねえって。マジで撃つぞ。お前、ろくな治療を受けてねえだろ。病院行こうぜ。連れてってやるからよ。はあ？そんなんで油断するとでも。お前、あの病ってのと杯交わしたのか。はあ？それがどうしたってんだよ。突っ返してやれ、そんなもん。親が黒って言えば白いもんも黒くなるのがヤクザの世界だけどよ、その分親はこの命預かるにふさわしくなきゃダメだ。お前はあいつに命預けようと思えてんのか。そんなことできりゃ苦労しねえよ。けど今さら歯向かって何になる。ぶっ殺されるだけだ。俺らが力になる。え？今なんて。俺らが力になるって言ったんだ。病からお前を守ってみせる。
約束するぜ。なんでそんなこと。俺はあんたははめて今殺そうとしてんだぞ。精一杯強がってても実はしょんべんちびるくらいビビり倒して誰でもいいから助けてくれって内心泣き叫んでるような経験俺にもあってさ、今のあんたの気持ちよくわかるんだよ。そんな俺を何の得にもならねえのに助けてくれた人がいて、今度は俺が助ける番だ、そう思ったんだよ。おお、富澤、お手柄じゃねえか。そいつらが先客って、またおめえか。よ、なんであんたがここに。そいつはこっちのセリフだな。ばあさんはいたか。答える義務はねえな。じゃあ義務にしてやるよ、富澤。三つ数えたら撃て。そっちのお連れさんに聞くことにするからよ。ああ、お前。親父。いや、さすがにな。カウント開始だ。一。決めんのはお前だ。二。富澤。うん。人生は一度きりだ。もしもはない。どっちを選ぼうが地獄でも、自分で選んだ地獄なら、そう悪いもんじゃねえ。はい、さーん。富澤。くそ、くそ、やっちまった、やっちまった。大丈夫だ。背中を押した責任はきっちり取るぜ。ですよね。ああ、自分の発言には責任を持つ。それが大人ってもんだ。オーケーオーケー。お前ら一人は殺して残りは両手両足へしょっとけ。富澤殺すなよ。後で俺が直接けじめつけるからな。今だ、乗れ。はい。間違いねえ、本物だ。キリュウだ、キリュウカズマが生きてやがった。病はもともと登場会直系田畑組にいた男だ。田畑直系にありましたっけ、そんなとこ。
お前が荒川組に入ったくらいに解体されてよそに吸収されていたからな。ああ、なら知らないわけだ。これは俺もこっちに来る前に大道実派から知らされたことだが、病は親分である田畑修司を殺して海外に飛んだらしい。親殺しですか。お前は本当に顔に出るな。別に俺に気使う必要はねえよ。あ、いや、すんません、逆に気使わせちまって話を戻すぞ。病が田畑を殺害したのはいわゆる地上のもつれってやつが原因らしい。地上？なんかちょっと意外っすね。あくまで警察の見解だ。病は田畑の姉さん田畑由衣という女性に惚れていたらしい。親分の奥さんにですか？ああ、事件当日病は田畑修司と由衣をめぐって口論が発展し殺害。その場にいた田畑由衣に暴行未遂を行った末逃走。田畑由衣が警察にそう証言していて物的証拠も揃っている。それで病は絶縁処分を受けてすぐ組は総出で病の始末にかかったが、奴はあっという間に姿をくらまし、その後消息不明となった。そしていつの間にかハワイに流れ着いて頭角を現し始めた。そうだったんですか。なあ富澤、その病がなんで茜さんの家に来たんだ。今から行く家にばあさんがいたら捕まえろ、いなけりゃ矢探しして手がかりを見つけろって、そういう命令だった。病も茜さんが目当てだったか。でもよ、なんで連中が。知らねえ、俺みたいな下っ端はただこれをやれって言われるだけだ。参ったぜ。ちょっと状況を整理させてくれ。俺は茜さんに会いにあの家に行った。そしたら茜さんは不在でメイドを名乗る千歳って子がいた。俺は千歳にもてなされたと思ったらどうもはめられたらしく、酒に一服盛られて身ぐるみ剥がされた。全裸で放り出されたもんだから札にパクられちまって、その上他の事件の濡れ衣まで着せられそうになってとんずらこいてるところを桐生さんに助けられた。そんで千歳の手がかりが欲しくて茜さんの家に行ったら、なぜか病が現れて奴も茜さんを探してることが分かった。あとそうだ、思い出した。千歳は茜さんは明日帰るって言ってた。でもさっき家に茜さんはいなかった。理由は分からんが茜さんが追われる身なのは確かだ。家に戻らないのは逃げているからか、もしくは誰かに捕まった。俺たちや病以外にも茜さんを追ってる奴がいるってことですか。そう考えてもおかしくない状況だな。くそ、どうなってんだ。病みてえな連中に追われてるってんじゃ放っておくわけにいかねえじゃねえか。だが茜さんを探すにしても今は手がかりがない。今日はもう切り上げだ。お前らしばらくは俺のホテルに泊まるといい。え、いいんすか。いいも悪いも他に当てはねえだろ。それもそうっすね。お世話になります。富澤もそれでいいか。どうせ家にはもう戻れねえ。病が目光らせてるだろうからな。決まりだな。それじゃ行くか。
ここだ。いや、いいホテルっすよね。落ち着かなくて逆に寝れねえ気がしてきた。たく、のんきなやつだな。やられた。あいつスリだ。なんですって。おい、財布返せこの野郎。ああ、待ってやこの野郎。カズカ、土地勘のない俺らが闇雲に追っても拉致が開かねえ。ばらけて追い込むぞ。リトルジャパンの方はこの時間工事してるから追い込むなら南のビーチ側だ。よっしゃ、あの野郎をビーチで追い込むぞ。頼みます、桐生さん、富澤。分かった。桐生さん、中身確認してください。ああ、助かった。I don't recognize you. Did you come from the mainland? Yeah, not here. A guy like me won't die of exposure. There's work here, too. At least that's what I heard. Kasuga, そいつを話してやってくれるか。いいんすか。警察に突き出すのも面倒だ。今日はいろいろあったからな。さっさと寝たいんだ。キリュウさんも結構優しいっすよね。もうすんなよ。俺、もう行け。ああいう連中は多いのか。地上の楽園なんて言われるけどよ、ハワイやアメリカで一番ホームレスが多いんだ。そのくせ物価はべらぼうに高い。噂じゃアメリカ本土の州が自分とこのホームレスをハワイに誘導してるって話もある。貸した金をつかませて地上の楽園ハワイで人生をやり直そうって綺麗事を並べてな。要は自分とこから出た厄介者をこっちに押し付けてんのさ。その結果がさっきみたいなやつだ。地上の楽園、その実態はアメリカの吹きだまりってか。知ってるが、北太平洋には大きく4つの潮の流れがあるんだけどよ、ハワイはその渦の中心にあるんだ。だからそのバカでかい海域に漂うゴミが全部ここに流れ着くのさ。文字通りハワイはゴミが流れ着く場所なんだよ。お情けをかけるのもご結構だけどよ、きっとあいつはまたやるよ。それしか生きる方法がねえんだから。え、あかねさんは10日も前からあの家には帰ってなかった。ああ、大道ジッパーの調べによるとそういうことらしい。でも千歳はそんなこと一言も。お前をはめたメイドだったな。はい、あの晩も茜さんは明日帰るって言ってたんすよ。そもそもその千歳って女は本当にメイドだったのか。主人の客人、まして実の息子に昏睡強盗なんて仕掛けるわけねえだろう。でもよ、じゃあなんで千歳はあの家にいたんだ。それは知らねえけど、真相は千歳本人に聞いてみるしかねえ。盗まれたままのパスポートの件もある。まずはその千歳って女を探すか。そうっすね。富澤、盗んだパスポートを金に換えるにはどんな手段がある。まあ業者に買い取ってもらうだろうな。業者？盗品を買い取る連中がいるんだ。パスポートの買い取りなら、まあ、あいつだろうな。なんてやつだ。ワイキキストリートでクソまずいタコストラックを出してるジェフって男だ。タコスはあくまで表向きでよ、裏じゃスリやホームレスから盗品を買い取ってんだ。
他人のパスポート買い取って何の得になるんだよ。さあな、どっかに横流ししてるんだろ。千歳もそのジェフってのに春日のパスポートを売ったかもしれねえな。かもな。奴の裏稼業には日本人の客も少なくねえ。おかげであいつ日本語ペラペラだ。富澤、今からジェフのところに案内してくれるか。え、今からかよ。ああ、手がかりがあるなら急いだ方がいい。いや、今日はもう無理だ。よりにもよって月曜の夜10時だからな。連中に目つけられたらしまいだ。連中？来てみろ、ちょうど出てきた。なんだあいつら。ハワイのマフィアだ。バラクーダって呼ばれてる。ここら一帯は連中の縄張りだ。組織の規模も新参者の病とは比べ物にならねえ。面白いのは国も人種もごちゃ混ぜなところだ。普通マフィアってのは言語とか人種で固まるもんなんだがな。じゃあなんでバラクーダなんて集団ができたんだ。連中にも共通点がある。ほとんどが元ホームレスらしいんだ。ホームレスになった事情はそれぞれだろうが、その時の無念とか怒りみてえなもんは連中にとっちゃ人種とか言語よりよほど強いつながりなんだろう。月曜の夜から火曜の朝まで奴らはああやって繁華街を練り歩くんだ。ここは俺たちの縄張りだっつう無言なアピールってわけ。立てつくやつが言おうもんなら開きにされる。は？開き？連中を迂回してジェフってやつのところに行けないのか。いや、リスク承知ならいけねえこともねえけど。あ、おい、あそこ見ろ。おいおい、いくらバラクーダが羽振りいいからって。Yeah, I'll take care of it. Hey! Excuse me. Not so fast, asshole. Beg your pardon. Thought you'd get away with it, huh? What's in your hand? My wallet, right? Take him around with that. Let me see what's up, Eddie. I don't want to die. バカ、殺されるぞ。くそ、おせっかい野郎が。Oh, hell yeah! Not a world knows a fair fool to fuck around. Shut up, bitch! Yeah, yeah, that's how you handle things. Hey, come on, bro. Leave his ass. Ah, shit. For real? Oi! Oi! 大丈夫か？待て、キリュウさん。お前らは見ない方がいい、多分な。あいつは大丈夫なのかよ。おい、ひでえ、マジで開きなのか。連中に見つかったら厄介だ。すぐにここから離れるぞ。急げ。立てるか。いいぞ。あれがバラクーダの見せしめ、通称開きだ。俺も実際見るのは初めてだ。まさかあんなひでえなんてよ。大丈夫か富澤。大きなお世話だ。
バラクーダに喧嘩を売って殺されたところで同情する奴はいねえ。警察だってうやむやに処理するだけだ。あんなのが野放しにされてるってのか。触らぬ神にたたりなしってやつだ。日本のヤクザだって扱いは似たようなもんだろう。悪いことは言わねえ。今日はもう引き上げよう。いくらあんたらでも連中丸ごと相手にすんな無茶だろう。あ、分かった。I'll give you $50 for it. Oh, come on! This is a genuine driver's license. It's gotta be worth at least $70. $50, take it or leave it. I doubt someone else would even give you the time of day. Oh, fine, tight ass. Yo, Jeff. Hmm? Tomizawa ka?久しぶりだな。観光客から奪ったもんでも売りに来たのか。いや、なんだお前ら。3日前俺のパスポートが盗まれてよ。ここに持ち込んだやつがいなかったか。さあどうだったかな。とぼけねえで教えてくれよ。おいおい富澤、俺がタダで情報を渡すとでも思ってんのか。やっぱダメ。当たり前だ。金用意してこい。そしたら教えてやるよ。お、あんた約束通り金を持ってきて。これで教えてもらえねえか。まあいいだろう。で、聞きたいのは何だっけか。3日前俺のパスポートが盗まれた。ここに持ち込んだやつがいなかったか教えてくれ。来たぜ。本当か。ああ、日系のとびっきり美人の姉ちゃんだった。あんたの顔、特にそのヘアスタイルは特徴的だからな。間違いねえ。じゃあパスポートはここに。いや、あの姉ちゃんはパスポートを売りに来たんじゃねえ。あんたのパスポートで第五地区に入れるか聞きに来たんだ。第五地区？バラクーダのアジトのことだ。バラクーダって昨日のあいつらか。第五地区は川向こうにある不法占拠地帯だ。周囲はフェンスでガチガチに囲まれてて見張りも厳重だ。よそ者が立ち入れる場所じゃねえよ。そこに俺のパスポートで入るってのはどういうことだ。あそこには面白いルールがあってな。第五地区に入りたきゃ観光客からパスポート奪ってこいって言われるんだ。パスポート？何のためだよ。あそこを仕切ってるバラクーダのしのぎが偽造パスポートだからだ。本物のパスポートは偽造品の材料として欠かせねえ。実は俺がここで買い取った盗品パスポートもバイヤーを経由してバラクーダに流れてる。他人のパスポートが第五地区へのパスポートになるってわけだ。そういうこと。だからあのお姉ちゃんはあんたから盗んだのを使おうって考えたんだろう。女一人で第五地区に近づくなんて相当リスキーだからな。事前に俺んとこに確認に来たんだろう。なるほどね。でもなんで千歳はんな場所に行こうなんて思ったんだ。さあな。ま、パスポートは諦めな。第五地区に渡っちまったら取り返す術はねえ。パスポート取り戻すのもあるけどよ、それ以上にあの子に用があるんだ。用事っつっても今頃第五地区の中だろ。会いたかったらあんたたちも第五地区に行くしかねえんじゃねえか。バカ言え。あんなとこ死にに行くようなもんだ。いや、あかねさんが何者かに追われてるか、もしかするととっ捕まってるかもしれない状況だ。千歳からなんとか手がかりを聞き出して。第五地区に入る方法は
他にないのか。なくはねえけど、パスポート盗む方がよっぽど楽だぜ。あるのか、聞かせてくれ。さっきも言った通り、第五地区はフェンスと監視でガチガチに固められてるけどな、月に一度警察の巡回が入るんだ。警察が？第五地区の治安状況確認ってのが名目だが、実際のところは警察も仕事してますよって体裁を保ちたいだけだ。中で起きてる犯罪やら何やらは全部知らんぷりで帰ってくる。その巡回役の警官がローマンって男でな、当然そいつはバラクーダとズブズブの関係だ。そのローマンってやつになしつければ月一の巡回に同行できるかもしれないってことか。くっそ、よりによって警察かよ。お前は顔を見せない方がいいだろう。交渉ごとには俺が立つ。これはローマンにとってもリスキーな話だ。おまけに奴はとことん金に汚くてよ、5万ドルはすびってくるぜ。5万ドル？それってと500万円かよ。それもキャッシュでだ。お前らにそんな金はねえだろ。ローマンに会うだけ時間の無駄さ。いや、会わせてくれ。なんだ、あんたそんな大金持ってるのか。何事も交渉次第だ。あんたが何者かは知らねえが、まあ会いに行くだけ行ってみな。ローマンは第五地区の近くにあるダイヤモンドヘッドってバーで毎晩飲んでる。わかった。おい、マジで行くのかよ。なあおい、待てよ。ん？どうした？悪いことは言わねえ。第五地区に行くのはマジでやめとけ。あのバラクーダのアジトなんだぞ。死にに行くようなもんだ。危険なのは分かってる。だが俺たちにはあまり時間がない。第五地区に乗り込むのが一番の近道なら、そうするまでだ。ああ、それによ、別に喧嘩売りに行くわけじゃねえ。あの千歳って子を探してだけだ。うまくやりゃバラクーダとのトラブルも避けられるかもしれねえだろ。だからその考えが甘すぎだってんだよ。俺らはよそもんだからよ。バラクーダのヤバさをよく分かってねえのかもしれねえ。でもどうした、その様子はそれだけじゃねえみてえだ。なんかあったのか、バラクーダと。よかったら話聞かせちゃくれねえか。力になれるかもしれねえ。ああ、そうだな。それに、よかったらなんて言ってるが、こうなったこいつのしつこさはもう分かってんだろ。そういうこと言います？あまり楽しい話じゃねえし、短くも済まねえからな。もう何年も前のことだけどな、俺は病とは関係なく真っ当にタクシードライバーやってた。おめえ、もともとタクシーのうんちゃんだったのか。稼ぎはしょぼいけど、それでも楽しくやってた。惚れた女がそばにいてくれて、もうすぐ子供も授かろうってんだからな。思えばあれが俺の人生のピークだった。家族がいたのか。マリーって言ってな、そりゃいい女だった。あんたらに会わせてやりたかったよ。彼女が妊娠6ヶ月になるかどうかって頃だ。俺らの家に警官たちが押しかけてきたんだ。逮捕状持ってな。逮捕状？俺があるタクシーを襲って、乗ってた会社の社長から大金を強奪したんだとよ。何？当然事実無根だ。なのに
次から次へと目撃者が出てくる。裁判の結果は懲役5年。弁護士に言わせりゃ無罪を主張してたら15年は出られないってことだった。じゃあ罪を認めたのか。やり手弁護士を雇うような金はねえ。認めて5年か、ごねて15年かって選択肢しかなかった。悪夢ってのはまさにあのことだ。貧乏人のささやかな生活があれよあれよという間にぶっ壊れていった、うん、なんで俺がこんな目に遭ったのか、それが分かったのは無所に入った後だ。俺と似た経緯でぶち込まれた奴らが他にも何人かいてよ、話を聞いたんだ。おめえ以外にも？ああ、そいつらが言うにはバラクーダのボスが自分らの犯罪を無関係な人間にかぶせてるってんだ。目撃証人を何人もでっち上げて警察まで買収してな。さっきタコス屋のジェフがローマンっておまわりについて話したろ。あいつが警官側の親玉らしい。昔からやってることは大して変わってねえってことだ。バラクーダは警察を取り込んでるってことか。マリーさんはどうなったんだ？刑務所に入ってから一度だけ面会に来てくれてな。腹の子は流産しちまったってよ。あんだけのストレスにさらされたんだ。無理もねえ。きっとろくに飯も喉を通らなかったんだろうし、寝れなかったんだろう。肌はボロボロでガリガリに痩せこけてた。俺がこんな目に遭ったせいでよ。マリーとはそれっきりだ。無所を出た時にはもう行方がわからなくなってた。せめてどっかで健康にいてくれりゃいいんだが。あまり楽しい話じゃねえって言ったろ。あいにくまだ続きがある。無所を出てすぐ俺は第五地区の近くにある高級レストランを監視し始めた。レストラン？そこがバラクーダのボス行きつけの店って話を無所で聞いてたんだ。有金はたいて銃も手に入れた。復讐か。マリー、それに生まれるはずだった赤ん坊の仇だ。幸いボスの面は割れてた。どれくらい待ったか、ついにその時が来た。無所の中で何遍も思い描いた光景だった。俺は群がる手下をかき分けて奴の顔面に鉛玉をありったけぶち込むはずだった。なのに実際の俺は体が震えて一歩も足を踏み出せなかった。想像してたよりもずっと護衛は手薄だった。やろうと思えばできたんだ。奴は上機嫌に俺のすぐそばを通り過ぎてったんだ。なのにできなかった。俺はただの腰抜けだった。だからこそお前は今生きている。もし撃っていたら間違いなくその場で殺されてた。開きにされてな。ああ、おかげでこんな惨めな様を晒してる。撃てもしねえ銃ちらつかせてのんきな観光客から金せびるチンピラだ。こんなのでも生きてるって言えるのかよ。富沢、借金をきっかけに病に取り込まれたのはその後だけど、バラクーダと張り合おうなんてのはハワイじゃあいつくらいだからな。あんな醜態晒しといて病の下にいることでまだバラクーダと張り合ってる気でいるんだ。俺は救えねえよ。と、話は以上だ。どうだ、バラクーダのヤバさも俺のクソさもさすがに伝わったろ。ああ、バラクーダは相当ヤバい連中だってことがよく分かった。そうだな、警察とつながってるのも厄介だですね。でもおめえがクソだって見解にはちょいと意義ありだ、富澤。ん？おめえはクソでも腰抜けなんかでもねえ。だってあの病と手切る決断できたじゃねえか。あん時だっておめえは死ぬかもしれなかった。でもやれただろう。
あれはお前らに当てられて。当てられようがなんだろうが、決めたのはおめえ自身だよ。あ、強盗はクソだせえからな、そこは間違えんなよ。そんだけつれえ目にあったんなら、もうバラクーダと関わりたくねえって気持ちはよくわかる。でもよ、おめえが今の生き様をみっともなく思ってんなら、前向いて生きるためにきっちりけじめつけるべきなんじゃねえか。けじめってのがバラクーダのボスを殺すことなのか何なのかはおめえ次第だ。何にせよこのまんま連中にやられっぱなしじゃ尺じゃねえかい。だからよ、一つ俺らに手貸しちゃくれねえか。手を貸すよ。ああ、俺らはよそもんだし、英語もだいぶ怪しい。でも茜さんを探すのは急がなきゃならねえ。だからやっぱり第五地区には行こうと思うんだ。おめえみてえなハワイの裏にも通じてるやつが力貸してくれりゃ心強え。おめえは俺らをガイドするついでに連中にけじめつける。どうだい、一石二鳥ってやつじゃねえか。ねえ桐生さん。ああ、お互いいいことずくめだ。悪い話じゃないと思うぜ富澤。それでうまいこと乗せたつもりかよ。タグ、バラクーダのヤバさは説明した。それでもあんたら行くってんだな。ああ、分かったよ。もう行くよ。お前らみたいなお人よし、俺がいねえとすぐバラクーダの餌食だ。ねえそう来なくっちゃな頼りにしてるぜ富澤。ああ、じゃあ改めて行こうぜ。まずはローマンの野郎からだ。頼もしい仲間ができたな。ええ、富澤のためにもやってやりましょうや。ならず者の憩いの場って感じだな。あんたがローマ？おや、観光の方かな。ようこそハワイへ。楽しんでますかと言いたいところだが、タコス屋のジェフから通報があったよ。バラクーダに入団しようとする不審な輩が来たってね。いや、町の危機を未然に防ごうと尽力する。彼は市民の鏡だ。抜け抜けとよく言うぜ。なるほどな、表向きはそういう体で行くのか。ジェフの野郎チクりやがって。俺たちはバラクーダに入団するつもりはない。第五地区に入りたいだけだ。お前が手引きできると聞いたんだがな。まさか。俺は第五地区の巡回担当ではあるが、そんな裏で手引きだなんて。それに君は指名手配中のジョン・ドゥー君だ。第五地区がどうのなどという話をしている場合ではないな。なあローマンさんよ、あんたにご家族は？なんだね急に。なーに、あんたくらい熱心な警察官ならさぞや幸せな家庭も築かれてるんだろうと思って。言う、それはもう別品の神さんと目に入れても痛くねえ自慢の息子がいるよ。今年ちょうど二十歳になる。まあそういえばあいつ車欲しがってたな。5万ドルはするっていうスポーツタイプのやつ。しかし俺は白球のしがない警官だからな。もし息子の願いを叶えてくれる人がいたらいいんだけどな。いないかなそんな人本当に5万ドルせびってきやがった。ジェフの野郎、情報は確かだったみてえだな。
さあどうする、払うのか。お、まあ払わないならここでゲームオーバーだ。見ての通り客はみんな俺の手駒だ。ここで起きる出来事は全部事故で片がつく。すがすがしいくらいのクズだな。ローマ、あいにく俺たちはそんな金持ち合わせていない。だが第五地区には案内してもらいたいんだがな。なんだお前。それにこいつの冤罪も証明してもらわないとな。俺にも警察の知り合いが何人かいるが、どいつもこいつもてめえの信念のために命張るバカばっかりでな。おい近づくな。おめえみたいなのが警察のバッジつけてるのを見るとヘドが出る。来るなって言ってんだろ。おいおい危ねえな。こっちは何もしてねえのにチャカぶっ放すとはよ。Well, what are you waiting for? 富澤、いけるか？言われるまでもね。These damn tourists think they can walk all over us. Let's teach him how wrong they are. くっそこの富澤クサゴラ。何やってんだよ。何って、もう少しで収束だったんだぞお前。そうだな。ビビったぜ。ビビったじゃねえよバカ野郎。俺はお前の家族でも親友でもねえんだぞ。そっか、俺はとっくにダチだと思ってたぜ。あ、おい、それよりここどうなってる。あ、いやもういいや。キリュウさん、俺の髪の毛大丈夫っすか。玉かすったと思うんすけど、剥げてません。うん、別になんともねえよ。先っちょが焦げてるだけだ。もともとチリチリなんだから気にすんな。あ、そういうこと言います。こいつ特別なオーダーしねえとできねえスペシャルなヘアスタイルなんすよ。なんなんだよチリチリ。一体じゃねえし。お前はバラクーダの手先となって警察の立場を使って罪もない人たちに濡れ衣を着せてきた。間違いないな。そうだ。お前はこの二人、富澤と春日にも濡れ衣を着せたんだな。ああそうだよ。この野郎。富澤、その怒りはバラクーダに取っておけ。こいつはただの下っ端だ。クソ、俺に引っかぶせた容疑はきっちり撤回してもらうぜ。おかげでせっかくのハワイなのに六すっぽ外も出歩けねえんだ。いいな。分かったよ。そりゃどうも。要件はもう一つある。俺たちを第五地区に案内しろ。あんなとこに何の用だよ。観光客が行く場所じゃねえぞ。人を探してんだ。そいつは多分第五地区に隠れてる。第五地区に案内するのは不可能じゃねえが、俺にとっても危険な賭けなんだ。もしバラクーダのボスにバレたら。バラクーダのボスとやらが誰か知らねえが、
俺もそこそこ怖いぜ。分かったよ、分かった、案内する。明日次の巡回があるんだ。正午に第五地区のゲート前に来てくれ。協力感謝するぜ。ハワイでの公然わいせつ罪は罰金1000ドルだったな。その金だ。5万ドルのスポーツカーじゃなくて悪かったな。キリュウさん、すんません、オンに行きます。これでやっと無罪放免ってわけか。ひとまず助かったな、ローマンさんよ。富澤に感謝しろよ。なんとも長い人事だったな。まったくだ、俺らもヘトヘトよ。キリュウさんは平然としてますよね。やっぱ物がちげえわ。そんなことはない、意地張ってるだけさ。ならさ、一杯引っ掛けて英気を養うってのはどうすか。氷は冷蔵庫に入ってる。グラスは3人分くらいはあるだろう。やりお、あるある、グラスは俺持ってくよ。おう、サンキュー。さっきはよくこらえたな、富澤。俺もそこまでガキじゃねえっての。朝は病の子分だったのに、今はお前らと一つ屋根の下。挙句あの第五地区に突入か。人生何が起こるかわからねえな。おい、妙なことに巻き込んじまって悪いな。バカ野郎、巻き込まれたんじゃねえ。俺は俺の人生のけじめをつけるために行くんだ。それにお前らに人生変えられて、その上命まで救われちまった。ここまで借り作ってとんずらこけるほど俺も落ちぶれちゃいねえんだ。迷惑と言われようが俺はついてくぜ。ありがとうよ。だけど本当に後悔してねえか、病と手を切ったこと。焚きつけたのはお前だけど、決めたのは俺自身だ。もともと病一派に加わったのも、奴らから借りた金が返せなくて取り込まれたんだ。そんな風にずっと流されるまま生きてきて、こんな年になっちまった。年なんて関係ねえって。今からだって十分やり直しが効くさ。そうかな。ああ、俺なんか18年懲役くらってお勤め終えたのは40過ぎだぜ。でもそっからの人生、ああ、そうだな、ああ、すげえ楽しいよ。だからきっとトミー、おめえも大丈夫だって。なんだよトミーって。いや、富澤だからトミーだろ。かだっせえあだ名だな。やめろよ、こっぱずかしい。え、おいいじゃねえか。ねえキリュウさん。お前のネーミングセンスは知らんが、やり直しはきっと効くさ。そいつが一生懸命に生きりゃきっとな。すんません、話に熱中しちゃってた。キリュウさんもロックでいいすか。いや、俺はこれがいい。ただ物事には終わりがあるってことも知っておくといい。やり直しは効くが、それは遡るってことじゃねえ。人の一生はどこまで行っても一筆書きだ。
だから一瞬一瞬を一生懸命生きられる。頭じゃ分かってたつもりだったが、身に染みたのは俺もつい最近だ。キリュウさん、なんかあったんですか？ああ、お前らには言っておいた方がいいだろうな。俺はな、ガンなんだ。余命半年とそう言われてる。